皆さん、おはようございます。昨日はルイチャンネルライブ、来てくださった皆様ありがとうございました。そして来れなかった皆様もいつもこの動画を見てくださいましてありがとうございます。今日は10月10日、6時1分ですね。はい、今起きた。本当に今起きた。ほら、お弁当がなかったから、ちょっとね、今日はね、ゆっくり寝れました。おかげさまでありがとうございました。 まだちょっと頭がぼーっとしてるけど、今日は別に何にもないから、ゆっくりしつつ、家のことしたり、撮影をできたらしたり、いろいろね、したいと思います。それではね、皆さんよろしくお願いいたします。はい、いきなり汚いものをお見せしますけれどもね、これ、昨日とんかつしたんですよね。それの、油。はい、もうね、捨てようと思って、固めるテンプルみたいなやつあるじゃないですか。あれを入れて、もう廃棄するように油を固めました。もうこのままコロンと、ゴミに捨てられるような感じでございます。これすっごく楽ですね。はい、愛用しております。これ今日捨てます。植物の健康チェック。はい、モンステラちゃんですね。はい、今日も元気に暮らしております。で、このね、広がってるから、これをなんとかしたいんだけどさ、ね、なんとか棒でやってたのよ、前ね、棒チクって刺して、それにこうね、這わせるようにしてたんだけど、結局今こんな状態になっちゃってる。なんとかしなきゃ。ね、植物関係、ちょっとね、まだ何にもできてないから、植え替えとかさ、このカランコエちゃんね、植え替えとかね、昨日視聴者さんにさ、カランコエ早く植え替えしてあげてねっていうふうに、おっしゃってたんですけど、これね、植え替え、一回りね、大きな鉢に、ちょうど今が植え替え時なんですって。教えてくれたからさ、ね、詳しい方がいらっしゃるから、ね、これがね、これレアな、綺麗な白いカランコエが咲くんですよ。なんで絶対花咲かせたいから、やりたいと思います。かわいいね。はい、大きくなってね。次、外です。はい、新しい家族ね、ガーベラちゃん元気にいますね。パッとさ、ほらね、一輪だけですけど、まだね、花があるとまたちょっと変わりませんか。なんで、嬉しい。 はい、今日の水の状態、今日もね、31度ぐらいになるらしいから、ちょっとお水をね、ガブラちゃんも全然ないから、ちょっとお水を、やらなきゃね、こっちも多分カラカラだと思うのよ。お水をね、やりたいと思います。はい、外のリラックスタイムです。で、まず一番初めにチェックすることはカラスちゃんですね。はい、昨日、動画見てくださった方、その私のカラスちゃんのツーショット、見ていただけたかなと思いますけれどもね、今日もね、同じ場所にちっちゃい子が上で、大きい子が下で、つつく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 と、ついばんでおります。毎日その駐車場にいるっていうことは、何個かしら食べ物があるっていうことなのかね。います。はい。で、上でね、ちっちゃい子が見守ってるという、そういう和やかな光景ですね。はい。で、して、おばあちゃんとかね、畑の人とかは今日は来ていませんね。おばあちゃんだけじゃなくて、おじちゃんとか、おじちゃん2人もたまに来るんで、たまにっていうか、ほぼ毎日かな。もうちょっと遅い時間なんですけど、来るんですよね。おじちゃんたちは、私とこうタイミングが合わないんだけど、そんな朝ですね。かわいいですね。はい。で、今見ていただいたように、新しい家族ですね。昨日動画でもありましたけれども、ちょっと玄関がね、寒。
寒いじゃないわ、寂しいかなみたいなさ思って、ちょっとお花があるだけでちょっと明るくなるかなみたいな感じで迎え入れました。ペットでも飼ったのってきっと思ったと思うんですけど、うちペット飼えないからさ、うん、そういった植物で最近ね、また自然のことになるんですけど、気になることがあって、黄色いひらひら、黄色い蝶々みたいなやつって何っていう名前ですか？モンシロチョウって白いんでしたっけ？なんか蝶々あんまり興味ないって言うとあれだけど、黄色のね、蝶々がいるんですよ、もういつも。うん。だから黄色の蝶々ってなんちゅう名前？ね、いつもいるんですよ。私がどのタイミングで外出てきても必ずいるんですよ。ね、でもうそろそろね、トンボの季節なんですけどね、トンボさんが暑いからかな、まだね見かけないんですよね。皆さんもトンボさん見かけましたか？トンボさんが見ないんですよね。はい、で今日のなんかね、最高気温が31度とかなんとかって昨日見たらなってたから、今日もかなり暑くなるんだろうね。お天気類さん、はい、晴れ 10%、 明日は雨ね。30度ですって。だから暑い。明日も30度ってなってるけど、で火曜日水曜日雨、っていう感じね。はい、今日も電車が今通りますけれどもね、なんだろうね、昨日インスタであげたけど、白い貨物ちゃんを見ましてですね、びっくりしました。もう慌ててスマホでパッてね、もう一瞬だけど撮ったんですけどね、初めて見たんですよ。だからもうこれからこの白い貨物ちゃん来るのを楽しみにしようかなと思って思っております。あ、こんだけ遅いと普通列車だな、待ってても楽しくないけど思うからね、この辺で中に入りたいと思います。はい、京都カラスちゃんのツーショットですね。いるでしょ今日も。はい、私今洗濯をしてるんですけど、ここが大好きなんですよね。なんでいつもこんな感じ、下の方が大きい子、上の方がちっちゃい子。はい、かわいいですね。ここがほんと大好きなんですね。生活圏なんかな。はい、こういう風にいつもいます。あ、何してんだろうね、何考えてるんだろうね。いつもこんな感じよ。はい、皆様おはようございます。今日11日で月曜日なんですけど、昨日あの後ちょっとね映すことができなかったので、今日になっちゃいました。はい、1日迎えました。で朝です。で今4時58分ですね。はい、今日ちょっと早く起きたのは長男が早出なので、お弁当ちょっと早めに作らなきゃいけないのと、あとちょっと病院も今日早い時間帯の予約なので、そういった兼ね合いでちょっといつもより早く起きている次第でございます。はい、じゃあ今日もね頑張っていきたいと思います。なんかちょっと蒸し暑いね。はい、ということです。外がまだね日が上がってなくて暗いから、駐車場の電気つけました。これだと撮影できるかしら。
ちょっとね、これで写してみたいと思います。はい、こんな状態です。まだ火ね、上がりきってないんですけど、こういう駐車場の電気つけたらちょっと写せる。これからさ、ほら暗くなるでしょ、日の出が遅いからさ。うん、こんな状態でも見えるかしらね。あー、また今日も風がノイズ入ってるかなね。うん、聞き取りにくい。もうちょっと私前出た方がいい。で、ね、今の時間がね、5時40分なんですよ。5時40分だとまだ暗いんですよね。で、今電車通ったけど、電車自体ももう中が電気ついてるような状態。普段は電気ついてないけどさ、うん、こんな感じでまだ街灯もついてるし、で、カラスちゃんもまだ起きてきてないし、いません、いつものところに。うん、ちょっと早いんだけどね。もうちょっと日が上がってからと思ったんだけど、今日ちょっとねバタバタ朝するから、ちょっと早めにね、終わっ、風がこれ風がきついね。ね、うん、こんな感じです。今日風きついわ。はい、今日は別にね、暗いしっていうか、あんまり見えないし、楽しいことがないんですけど、まあね、私のいつもの時間でございますから、ちょっとね出てきました。で、カフェオレですね。カフェオレ飲みたいと思います。うん、うわ、風が大丈夫？ゴー言うてない？ゴー言うてない？これマイク拾っちゃうんですよ、音、風の音だから難しいんだよね、これね。うーん、他の YouTuber さんどうしてんだろう、外で撮るとき。この風、うわ、ちょっとこれやばいね。もうちょっと場所を変えようかしら。ここだと大丈夫？あ、無理だ、この風無理だね。ここにいても風がひどいから。うん、まあパパパッと、いつものねことをやりますかね。風がきつい。ね、わあ、これあかんわ。ここでしたら今日はダメだね。ね、おてきぬりさん家の中でしようかしらね。風があるし、カラスちゃんもいないしさ、うん、ちょっと来てみたけど、ちょっと風で無理そうだから、ちょっと中入りたいと思います。ごめんね。ということで、ちょっとボサボサになりましたけど、はい、ね、中に入ってきました。お天気類さんですね。今日風がきつかったな、本当に。それでもね、曇り時々晴れ 40%、 雨雲15時頃に雨が降り始めますっていうことですね。まあ雨降るんだ。明日明後日とか雨なのよね。うん、そう。スマートニュースさん、あれ、スマートニュースさん、どこ行きましたか。スマートニュースさんに聞こうと思ってるんですけど、スマートニュースさんが、あ、いました。スマートニュースさんの天気はちなみに晴れのち雨。おー、15時頃から雨が降り始める予報ですってなってて、台風レーダー、台風18号、台風19号、え、そうなの。あ、でもこれほら言ってたやつじゃん。フィリピンの方とか、ベトナムとかタイとか、あっちの方に行くやつ。あ、まだもう一つあんだ。もう一つあんのね。はいはいはい。これもあんまり日本には来なさそうだけど、進行方向としては。こんな感じよ。見えるかしら。これが日本。これが台風のもう一つのやつね。こう行くみたいだから、あんまり日本影響しないかもしれないけど。うん。
こんな感じね。はい。ということで、今日は月曜日なので盛況があったり、あとは燃えるゴミですね。あと、排水口の掃除なんかをねしたいと思います。で、あの新しい家族ちゃんが入りましてですね、この間の動画でね紹介させていただきましたけれども、黄色いガーベラちゃんがね新しく私のねお家の玄関を彩ってくれておりますのでね、日が上がったらそちらの方もちょっと見たいかなみたいな感じで思います。ねえ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 、何これ、なんで茶色くなってんの、え、どうして、病気、何、なんでこうなったの、やん、どうして、あんなに綺麗な黄色色だったのにどうしてこんなになった、なんで、ちょっとやばくないっていうか、新しいねつぼみちゃんもちょっと大きくなったね、これね、とこれ、でも何これ、もう花が終わるから、なんでだろう、うん、せっかく買ってきたのにこんな感じ、なんで、残念なんだけど、病気かな、ほら取れないんだよね手でやっても、なんでだろう、水やったから、いやもうカラッカラだよもう水は、なんでだろうね、いやびっくりした、カエルがいるわ、びっくりしたわ、もう他のね、もう今日ちょっとねあんまりカラッカラではあるけど、まあ今日は一日やらなくてもいいかしらね、っていうかこの子残念なんだけど、なんでこんな風になっちゃったの、皆さん分かる方教えて。はい、朝ごはんですね。ですね、いつも長男のお弁当は主食がキャベツ弁当だから、キャベツの残りね、キャベツの残り、今日ちょっとね半端っていうかあんま少ないんだけど、こんな感じね、大きいやつ、ちょっと大きく刻んでしまったやつは私が食べるみたいな、残りは食べるみたいな、そんな感じでございます。でね、コンビニ、セブンイレブンに行った時に見つけたものがあるんですけど、皆さんマミーって飲みます？マミー、前もねちょっと購入品の紹介の時にマミーお見せしたと思うんですけど、マミー結構ねよく飲むんですよ、私自身も私の息子たちも、もうなんか小さい頃から、なんか息子がね小さい頃からマミー、なんかねうちの義母がマミーをよく買ってきたからか知らないけど、マミーを飲むのが結構多いんですよ、安いし、うん。でそのマミーのヨーグルトというものを見つけました。はい、こちら森永マミーヨーグルトね、ほらマミーのカバさんの絵描いたでしょ、こんな感じ。そんでね、シールド乳酸菌、シールド乳酸菌ってちょっとねどんなんかよくわかんないんだけど入ってるという感じで、懐かしの味、森永マミーって書いてあると、と思ってさ、はい、ちょっとこれをね食べてみたいと思います。そして視聴者さんが言ってたセブンイレブンにヤクルト1000が売ってるよっていう風に聞いたから、見てきたらやっぱりありました、これね、ヤクルト1000、ちょっと今までの普通のねヤクルトさんが、ヤクルトレディーさんが売ってるのと形とかなんでパッケージは全然違うんだけど、中身は一緒みたいなね、ストレス緩和、睡眠の質向上、腸内環境改善っていうふうに書いてあって、ヤクルト史上最高密度の乳酸菌シロタ株、機能性表示食品っていうふうに書いてあります。なんで中身は多分ね一緒だと思うんだよ、パッケージがコンビニバージョンなのかな、ちょっとわかんないんですけど、はい、これをね買ってきました。でもう私のね、もう食前っていうのはもうお決まりでございましてですね、漢方が3つございまして、これをね一気飲みから始まりますでね、相変わらずですけれども、
で、またね、今週、病院ね、今日もちょっとね、頭痛の方で行くんですけど、また木曜日の方では、いつものね、お腹の方ね、で行くから、その時にまたお薬変わるかもしれないけど、飲みます。飲みましたね。で、なんかね、薬剤師さんは曰く、私のね、お友達として、お友達っていうかね、まあ、私勝手にお友達だと思ってるんですけど、仲良くさせていただいている、概要欄にも貼ってあるリアルの龍儀さんっていうね、YouTuber さんがいらっしゃるんですけど、その方、元薬剤師さんなんですよ。なんで、お薬のこととかいろいろ相談乗ってもらったりとかしてるんですけど、その方に聞いたら、なんか煎じて飲むのがいいよってね、これをね、っていうふうに、言われたんですけど、煎じて飲むの飲んだことなくてさ、ちょっと、いつものこの飲み方が慣れてるから、でもこれで飲んでるんですけど、なんか煎じて飲んでらっしゃるかみたいです。リアルさんは、お湯に溶かすの、さ湯に溶かすんかな、なんかそんな、なんか風に言ってました。はい。なんで、リアルさんはね、いろいろ相談に乗っていただける、強い、心強い味方でございましてですね、まあ、YouTube のことはもちろんそうですけれども、まあ、私のね、体のことだったりとか、体調のこと、あとお薬のこと、いろいろ相談乗ってくださって、すごく助かっております。もし皆さん、よかったらリアルの龍儀さん のチャンネル貼ってありますので、見に行ってください。ということで、これね、マーミーの、これをね、ちょっとね、興味あるでしょ？マーミー味だと思うのね、きっと。だからさ、匂いがマーミーだ。匂いがマーミーだよ。でね、もうトロットロ、トロットロだから、こう、硬い感じじゃないの、ヨーグルトみたいな。もうなんか、シャバシャバに近い。ちょっとね、ほら、こんな感じ。ほら、もう落ちちゃう感じ。ちょっと食べたいと思います。マミーと、ヨーグルトを足した味、そのまんまだね。なんかマミーの味が強すぎて、ヨーグルトっていう感じはしない。マミーの固形を食べてるみたいな、そんな感じね。でさ、ごめんね、まだ目が遠いから。エネルギーが95、脂質 0.5、カルシウム 150mg、炭水化物 17.8、タンパク質 5.0 っていうふうに書いてありますね。だって、まあ、美味しいですね。乳酸菌っていう感じ。そんな感じです。で、今からキャベツ食べたりとか、あとね、朝ごはんですね、食べたいと思います。はい、いただきます言うの忘れました、すみません。はい、そのまま食べちゃいました。皆さん、がっかりなんです。ちょっと見てください。ほら、元気だったガーベラちゃんがこんなことになっちゃってるの。これなんで、カラッカラなんだけど、これカラカラだから。でさ、調べたのよ、自分でさ。そしたらさ、あんまり水のやりすぎもダメって書いてあったんだけど、水はけが大事って言ってたの。これって何？葉っぱもしおれてんのよね。やっぱりお水？お水が足りないの？誰か教えてください。
ということでですね、私の新しく迎えた家族のガーベラちゃんがちょっとねこにゃーってなってしまいました。で今ねお水をあげまして、ちょっと様子見たんですけど、ちょっとふっと上がってきてるんですよ。だからもしかしたらお水が欲しかったのかもしれないです。はい、お花に詳しい方、ガーデニングね、お得意な方、アドバイスいただきたいです。コメントの方にね、お願いいたします。それからですね、今日午前中ですね、まあ、いつもの定期受診の方に行ってきましてですね、昨日ね、動画途中で出せなかった理由、撮れなかった理由としては、またちょっとね、体調が良くなかったっていうことがありましてですね、まあ、それもちょっと今日見ていただいたんですけれども、まあちょっと、波があるんでね、はい、もしかしたらまたね、昨日みたいに一応毎日投稿ですけど、ちょっとね一日と撮れない時とか、もしかしたら今後もあるかもしれないですけども、そんな大したね大掛かりな病気とかそういうわけではないので、ね皆さんご心配おかけしますけれども、あんまり心配しないでねっていうことです。はい、ということで、ライブの方なんですけど、日中ライブ、明日か明後日か、火曜日か水曜日か、どちらかに、日中ライブの方、メインチャンネルで、したいと思います。で、この間みたいにゲリラ的にはせずに、ちゃんとね、コミュニティで、お知らせしたいと思いますのでね、日中もしね、ちょっと、お時間がある方、はい、ぜひ、参加してください。こちらじゃなくて、メインの方で上がりますのでね、はい。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、高評価いつもありがとうございます。あとチャンネル登録、そしてルイチャンネルの方もよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、バイバーイ。